はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですねクリフォートデッキやっていきましょう。クリフォートね、まあどういうテーマかっていう話なんですけども、ね、一番かっこよくて強いモンスター何か、アポクリフォートキラーなんですよ。このキラーさんね、このカードは特殊召喚できず自分のフィールドのクリフォートモンスター3体をリリースした場合のみ通常召喚できると。はい、で通常召喚してこのカードは魔法トラップカードの効果を受けず、まあ、ライトニングストームとか効かないと、サンダーボルトも効かないと。はい、でこのカードのレベルよりももともとのレベルまたはランクが低いモンスターが発動し効果も受けないと。レベル、まあ、9以下の、モンスターが、発動した効果とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。そういう全部の効果受けないと。これがなかなかね強力なわけですよ。まあ昔はねネクロスの第9期ぐらい、これネクロスの時代は結構ねネクロスと張るくらい強かったらしいんですけども、まあ、現在ですねリンクモンスターとかいっぱい、あとレベル12のモンスターバンバン出るようになってまして、なかなかきついんですが、このアポクリフォートキラーを頑張って出していきたいと思って、はい、まあ、そういうデッキですね。でこのカードが一応モンスターゾーンに存在する限り特殊化されたモンスターの攻守が500ダウンするということで、まあ、一応3500、まあ、以上のモンスターじゃないとこのモンスターは突破できないっていうことですね。でこいつにさらにそのこの、サクリフォート、これ装備してるモンスターが戦闘で破壊されるんですけども、これ装備とかするとめっちゃ強いです。はい、でクリフォートっていろいろ言ってね、まあペンデラムモンスターとかこの辺の効果モンスターいっぱいいるんだけど、こいつがまあ強いんだよね、クリフォートツールが。これ800ライフ払うとペンデラム効果ね、通常モンスターなんだけど、800ライフ払うとペンデラム効果で、デッキからクリフォートツール以外のクリフォートカードを1枚お手札に加えるよっていう効果を、持っております。これがねまあ、毎ターン毎ターン800ライフを払うことによってクリフォートモンスターをバン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 持ってくることができるんで、まあ、クリフォートモンスターだけじゃなくて魔法トラップ持ってこれるんだけど、これでバン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 そのカードのアドバンテージを稼いできるんで、まあ、これは最強なんで、まあ、これが3枚と、あとこれをサーチするカードが3枚ですね。でクリフォートって、まあ、もちろんペンデラム軸で使ってもいいと思うんですけども、やっぱね、いろいろその、まあ、デッキレシピ調べてると、やっぱね、まあ、これが強いらしいんだよね。スキルドレインがね。スキルドレインとマクロコスモス貼って、で、この、スキルドレインカーだと、全員妥協召喚できる効果持ってるんですよ。クリフォートって、この辺のペンデラモンスター。だから妥協召喚できるけど、スキルドレインで効果無効になるから、打点が結局戻るじゃないですか。例えば、クリフォートシェルだったら2800に戻るし、クリフォートエイリアスだったら2800に戻るしみたいな感じなんで、この2800っていう打点で相手のモンスターの効果だけ無効にして、まあ、ぶん殴っていくっていう構築が結構強いみたいなので、私もこの構築をリスペクトさせてもらって使ってますという感じですね。で、まあ、あとは環境的になんか強そうなトラップカードだったら何でもいいんですけど、まあ、一応ライトニングストームとか結構流行ってるじゃないですか、ハーピーの動きとか。なので、まあ、この辺を止められる神の宣告ですね。トラップカードを守る用のトラップカードです。はい、それからまあ、ウララ増字エフェクトベイラーあたりは別にいることないな。で、サンダーボルトハーピーのハリボーキは、マクリオカードですね。それから、まあ、結構アドバンテージを稼いだりとか、あとそのスキルドレインとか、まあ、クロコスモスを持ってきたんですよ。なので、謙虚な壺とか、合金とかが入ってまして、まあ、ほとんどエクストラ使わないんで、このデッキ。それから、サクリフォートは、これ、装備しているモンスター、装備しているというか、墓地を送られるとこのカードが、デッキからクリフォートモンスター1枚の手札に加えるよっていう効果と、あと、戦闘で破壊されないよっていう効果、装備するとね、モンスターが。それから、クリフォートモンスターアドバンス召喚する場合に装備モンスターが2体分のリリースにできるよっていうことで、このサクリフォートを装備したモンスターをリリースして、アポクリフォートキラーとかを出していくみたいな動きがありますね。それからこの、クリフォートダウン、これはですね、トラップモンスターなんですけど、クリフォートの3体分のリリースにできるんですよ、アドバンス召喚する場合。これ1体でアポクリフォートキラー出せるんで、1枚入れておきました。で、クリフォートツールでサーチしてきて出して、まあ、次のターンにサーチしてキラーを出せるような感じですね。はい。で、エクストラはまあクリフォートしかほとんど出せない。これね、あれなんですよ。ペンデラム効果で自分はクリフォートモンスターしか特殊ができないとかあるんですよね。なんで、ちょっと縛りきついんで、クリフォート以外だったら何でもいいです、正直。エクストラあんま出ないから。意味がないから、これは。まあ、なんかそのブラフです。もうほぼ。クリフォート現実しかほとんど出ないんで、まあ、これ、これ以外は別に何でもいい。合金のコスト。はい。っていう感じです。早速ねアポクリフォートキラーさんを活躍させていきたいと思います。デュエルスタート。さあクリフォートデッキをのパワーを見せてやるぜ。クリフォートデッキと言いながらスキルドレインとマクロコスモスでドヤ顔するデッキだけどな。スキルドレインとマクロコスモスと神聖でドヤ顔するデッキを見せてやるぜお前らにな。3周ロだよ。
さあお前のターンだ。マクロコスモスで黙れ。マクロコスモスで黙らないといけないきつい。ちなみに、まあ、マクロコスモス刺さないといけないあんまないですけどね。なんだいその変化。お、ユーマドの守護者やばい。これは神戦打った方がいいんじゃないか。さすがにこれ神戦だ。あいつはなんか効果がめっちゃ強いから、とりあえず召喚権は使った。半分ライフ払ってお前の召喚を無効にするぜ。リューマドの召喚ってこれ何デッキだこれ。わかんねえけどさ、こっから展開伸ばされたら死ぬけどな。リューマドの守護者、イエーオーイエー。あー、マクロコスモスだけは一応貼っとくか。で先にあれですよね、マクロコスモス開くと結構難しいですよね。マクロコスモス相手があの見ちゃうとなんかその展開をちょっとケアされちゃうかもしれないんで、はい。ハフだな。いやヘリオスないよ。ヘリオスない、ヘリオスない、ヘリオス入ってないから。なんで占い言ったんだろう。分からんけどやっぱあれかな、月初のゴールドダイヤからなんかあれかな、カード効果よく知らんやついんのかな。まあ俺も言うて知らないけどね、結構カード効果知らんけど。いやでもマクロコスモスにウララ打つやつ初めて見た。ヘリオス入ってないよさすがに。出てくると思ったんかな。ネオスペースコネクターちゃんじゃん、やばい。ネオスペーシアを特殊召喚するとかいうぶっ壊れモンスターやべえ、くっそつえ。はい、ウララ手。無慈悲な幼女、幼女突撃。さあ幼女にストレッチマンを幼女に突撃させて、逆か、幼女をストレッチマンに突撃させて効果を無効にしていく。 OK でカードセット、怖えな。エンドフィーズ、よし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 、やつも特殊召喚全然しねえからおい。これよし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 、召喚師のスキルは偉い、召喚師のスキルは偉い。さあ召喚師のスキルでもこれライフポイント、あの使いすぎるとライフなくなりますね。一回も神戦打っちゃってるんで、神戦打っちゃったのかやばいですけど、クリフォートツール発動で、クリフォートツール効果800ライフポイント支払って、クリフォート、これトラップでいっか、これトラップ持ってきて、分かった、トラップ持ってきて次のターンキラー出してドヤ顔しよう。バトルフェーズ、1800で800を殴って1000ダメージからの、これなんか本当に現代遊戯王かってぐらいお互い展開しねえな。びっくりするぐらい展開しねえな。これちょっとワンチャン死にそうなんで、ワンチャン死ぬ、ワンチャンライトニングストームからの死亡みたいなのがあるかもしれないから、ちょっと一回壁置いとくわ。増殖する時にセットあんまやったことないけどね。まあ言うてさすがにこれ展開できないと思うんだよね相手、おそらくね。なんでこれ一回耐えればもう、あとはもう僕はもうあれですよ、増殖する時にセットって意味わかんないか。でも今の、いやでも言うてさ、今あれだったでしょ、ライトニングストームで負けだったでしょ、ワンチャン。はい、でクリフォートダウン特殊して、でクリフォートダウンは3体分のリリースになるっていう最強効果を持ってるんですね。ちなみにこのモンスタークリフォートをリリースする場合、はい、なんでこれで何がしてえかっていうことはなわけですよ皆さん。私が何をしたいか今からねお教えしましょうか。クリフォートツールの効果を発動、クリフォートモンスター1体をサーチ、もちろんアポクリフォートキラー、このモンスターが過去最強モンスターであった時代があったのさ、9期ではな。まあその頃俺遊戯やってないけど、トラップカードをリリースすることによって行け、アポクリフォートキラー。アポクリフォートキラーは、3体をリリースした場合のみ召喚することができる。そしてこのモンスターは魔法トラップカードの効果を受けない。そして一旦に一度相手のモンスターを手札フィールドから相手自身の手で墓地に送らせる効果を持っている。そして墓地の送られるモンスターはマクロコスモスの効果で全て除外される。これが最強デッキ、クリフォートキラービート。あーまあ弱いけど、弱いが全部弱いじゃん、びっくりした、まあ、とりあえず黒、シエル持ってきて、まあリンクする必要性もあんまねえかこれ。バトル、まあリンクできねえわそもそも、合言去ったから。いけクリフォートキラーでアタック、ドン。お、これマジでネオスペーシアン除外されてめっちゃ痛いだろうな相手。マクロコスモスめっちゃきついだろうなこれ相手で。まだ僕ぐらいありますからね手札に。そしてアポクリフォートキラーは何の効果も受けない。このカードのレベルよりも元々のレベルまたはランクが低いモンスターが発動した効果を受けない。ちなみにリンクモンスターには無力だぜ。
リンクモンスターとかいう概念が出たとき、アポクリフォートキラー扱いは全員絶望したというよ。あ、なんだクソモグラじゃねえか。オランダクソモグラでお前このレベル4のモンスター戻ってかいいだろう。バトル、あ、あ、敵ストラメ、お前敵ストラメ、敵ストラメ、敵ストラメ。遊戯王初心者かな。これなんか、なんかウレナの打ちどころから、なんかそのあのモグラの出すタイミングから何から、なんかちょっとなんか初心者ムーブしてるね。まあ言うて僕も初心者みたいなもんですけどね。はい、相手の動き全然わかんねえから、とりあえず展開するか。さあ、クリフォートツールの効果を800ライフ勝ち払って発動。これにより、クリフォートモンスターを手札に加えることができるぜ。これによってスケール1を持ってくるか。そしていよいよペンデラム召喚していくか。ペンデラムスケールにクリフォートエイリアスをセッティングしていく。そしてこれでレベル2から8のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空に威かけ光のアーク、ペンデラム召喚、現れよ俺のモンスターたち。かっこ一体、一応あれですね、ケアします。波紋のバリアとか入ってるかもしれないんでね。相手なんかそこらし落としじゃないってるから、やばいカード入ってる可能性あるから。クリフォートゲニウス君はトラップカードの効果起きない。あれ打点下がってる、なんだろう。あ、クリフォートの効果か。ちょ、まあいいや、打点足りた。1300と3000どっちかが通れば勝てる。行くぜバトルフェイズだ、行け。アポクリフォートキラーダイレクトアタック、クリフォートビーム。何この地変、砂塵のバリア。アポクリフォートキラーさんは魔法トラップカードの効果を受けないんだよ。残念だったね少年。先行はいただいた。あとスキドレとツーで引いたら最強だな。スキドレとツーで引こう。まずは強欲で金満な壺を発動。強欲で金満な壺の効果によりカードを6枚除外し2枚だろう。おっと、あ、ツール引いた、神ゲー。あ、でもスキルドレ欲しいな。まあいいや、クリフォートツールを発動。さあクリフォートツールの効果によって何らかのカードをサーチできるが、いやー、これもう1回クリフォートダウンサーチして、なんか次のターンでアポリクリフォートキャラ出すムーブする。いや結構あるな、それ結構ある。ちょっとあのアポクリフォートキラー狙いでいきましょう。アポクリフォートキラー狙いすぎ問題発生してるけどね。ちなみに一応多分このハンドだとこれが一番早いんですよね。次のターンで、まあ、トラップか魔法トラップカードを処理する札は紙捨てで止めて、でなんかマクロコスモスで頑張って遅延して、で次のターンでアポクリフォートキラー着地トラップカードをリリースして、これが一番早い多分。おそらくライトニングストームはきつい、強欲で金満なツボはいい。まあ、ここはさすがに紙線打つ意味わかんないから、まあ、1回こう通すか。なんか4000バーに早変わりしますもんね。合金って言って紙線って言うと4000、合金が4000バーがなっちゃうんですもんね。まあセット、おっと、なんかエルドリッチみたいな動きするやん。いやー、そういう系のデッキか。そういう系のデッキめんどくさいんだよな。でもこれマクロコスモス発動してハーピの羽毛って分からしたらいいんじゃん。これ相手も紙線打ってきたら紙線で紙線するわ。神の宣告を神の宣告するっていう。でマクロコスモスはここで打てばもう神戦は効かない。そしてクリフォートダウンも発動しておこう。このモンスターは、クリフォートモンスターをリリースして召喚する場合3体分のリリースにできるっていう最強の効果を持っている。これでクリフォートダウンを特殊化しマクロコスモスをオープンしておこう。さあこれで、フィールド上は間違えた、墓地を加えるカードは全てゲームから除外される。まずは一発サーチして、あ、やべ、合金あった、やっちゃうんですよね。これね、合金があるときなんか他のカード先に発動しちゃうのすごいやらない？俺これめっちゃやっちゃうんだよね。これもうこの癖直したいわ。ちょ、まあ、いいやもう。じゃあこれ合金マジで先に発動するのすげえ忘れるんですよ。これメインフェーズ1回しにしか打てないんですけど。え、通った、やった、スキドレ、あ、エルドリッチだ、やった、めっちゃ強いこれ。じゃあ、3体リリースして出すか。3体リリースして、おい。しっかり目に分からしていく。いやー、ここは
ターンツール持ってくるしかないな。これこんなにクリフォートモンスターいらないんだよね。こんなにクリフォートモンスターいらないわ。クリフォートモンスター来すぎ問題。あ、でもこれあれか、これ逆にこれアポクリフォート、アポクリフォートキラーこれ出したらいいの。これ分かった、アポクリフォートキラーを出したらばいいや。これつまり、サクリフォート持ってきて、で、ペンデラムスケール貼る、で、ペンデラム召喚する、はい、2体出すしかないね。で、2体出していく、はい、で、まあどっちでもいいな、どっちかにサクリフォートつけるぞ。こうするだろ。で、はい、絶対的アポクリフォートキラーに絶対的信頼置きすぎ問題発生する。アポクリフォートキラーに絶対的信頼を置く男、行けアポクリフォートキラーダウン。そしてサクリフォートは、フィールドから墓地を送られた場合、クリフォートモンスター1体を手札に加えるという最強効果を持っている。これによってクリフォートエイリアと手札に加える。よし、これで、アポクリフォートキラーの効果によって相手は手札からモンスターを墓地に送らなければならない。なんそれ、タツノオトシオや、誰やねん、誰お前。アッセンブラ、アッセンブラの方が何だっけこれ。リリースしたクリフォートのモンスターの数ドロー、あ強いやん。アッセンブラ効果、アッセンブラ効果で、2枚ドロー、最強、最強すぎ、あまりにも強い。これアッセンブラ、これピン刺ししてみたんだけど、これなんか意外と強いな。これ最強か、なんだこれ、レッドデーモンズ最強ムーブみたいなのこれ。はいはい、ハリファイブ、ハリファイブ、ハリファイブ、こうか、オッケー。アポクリフォート君の前には魔法トラップカード、そしてアポクリフォートキラーよりもレベルが低いまたはランクが低いモンスターとか受けないっていうことだけ言っておこう。アウローラドーン、オッケー、アウローラドーンの効果を発動。トークンが出てくる、これでシンクロモンスターしか出てこない。シンクロモンスターの効果は基本的にレベル9以下であれば受けない。あ、いいだろう。まあ結構世界が終わりそうなムーブしてるけど、アポクリフォートキラーのテキストちゃんと読むことだな、お前は。おっと、3体でシンクロ召喚、ほう、邪竜星ガイザー、誰、何する人、わからん。フィールドのカードを1枚選んで破壊する、バカな。アポクリフォートキラーを破壊しようというのか、バカな。厳重機アウロドンにはレベルがない、何レベルがないということはレベルゼロということじゃないのか、うわレベルがないということはレベルがゼロということじゃないのか、バカな。なんだこのモンスターは、スターダストドラゴン、なに何スターダストドラゴンと呼び出しんけど、バカな。これ集いし夢の結晶のやつ、これ、え、これ集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開くみたいな、うえっ0枚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 中段0枚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 え、ゴーレンダーバッバガラン合計5回の連続攻撃だぞ、うえっ